スーパーファイト中野亮太 VS イ・ソンヒョン。それではただいまより本日の第7試合スーパーファイトウェルター級3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー173センチ、 67.3キログラム、 韓国ラウン所属、第2代ライズライト級並びに第4代ライズミドル級王者、ライズでは2階級を制覇しましたイ・ソンヒョン、コリアンモンスターです。175センチ、 67.45キログラム、 選手会所属、第3代ライズウェルター級王者、中野亮太。そして現在のウェルター級チャンピオン中野亮太、ここ大阪市の出身です。スーパーファイト、試合はウェルター級で行われます。つまり中野が迎え撃つという形となります。上の階級から落としてきましたイ・ソンヒョン。さてこの試合の解説は白鳥大龍選手、そしてヤーマン選手をお迎えしてお送りしてまいります。お二方どうぞよろしくお願いします。お願いします。韓国のイ・ソンヒョン、カイトに敗れてミドル級のベルトを失いました。そしてこちらウェルター級のチャンピオン中野亮太。さあ試合開始です。やっぱソンヒョンなんかあの階級下げてちっちゃくなりましたね。少し見た目変化がありますか。はい、なんかもっと上半身ごついイメージだったんですけど、はい、なんか出方も中野選手の方がでかそう、でかいなって感じますね。ああ背中確かに大きく見えますね。黒いトランクスが日本の中野、そして赤いトランクス韓国のイ・ソンヒョンです。白鳥さんはこの試合どんな点に注目してますか。そうですね、中野選手が1年ぶりの復帰戦じゃないですか。はい、そこからパーティーをやめた後、でこの試合に向けてやってきたので、はい、やっぱそこのどれだけもう練習に積んできたっていうか、その姿を見れるのが楽しみですね。やはりこの敗戦を経験して試合にかけるまあ思いであるとか、あるいはこの打ち込み方というのが変わってきたという中野です。左フック早い。結構中野選手がこうソンヒョン選手の攻撃に対して左手を下げる癖があるんですよ。はい、多分ソンヒョン選手そこ右のフックを狙ってますね。ああそうですか。はい、何かこう反応があるたびに結構左手を前に出して下げる癖があるんですよ。はい、でそこに結構右のフックがこう合わせているような狙いがありそうだなと思います。はい、なるほど。ソンヒョンも左ジャブ打ってきます。まあ、山本さん中野も左ジャブ打ってますよね。そうですね、やっぱリーチあるんで、もっと、まあ、長い攻撃で行った方がいいのだと思うんですけど、はい、まあ、もうちょいそうですね、ジャブ当てた方がいいですね。はい、今ボディ出しましたソンヒョン。中野選手のジャブは怖くないんですよね。その強いジャブがないんで。なるほど、だから入りやすいですね。まあ、数は打ってますけども、はい、確かにソンヒョンが距離を詰めます。ナイス、そうそうそう、右から出してきます中野。白鳥さん、この負けた後の再起をかける試合というのは選手としてはマインドはどんなもんでしょうかね。まあ、やっぱりどうしてもやっぱ連敗というのは避けたいですし、はい、まあ、やっぱり負けた後というのはメンタル的にも、やっぱりこうプレッシャーってどうしてもかかってしまうんですよ。なるほど。でもここを乗り越えた時にまた多分強さが一枚乗っかってくるかなと思って、はい、何としても取りたいところです。右のミドル出しましょう。蹴りはいいですね。はい、この蹴りもっと出した方がいいですか。はい、距離を詰めてきますソンヒョン。そうですね、ジャブもソンヒョン選手のジャブの方がちゃんと当たってるんで、はい、まあ、今この距離は意外とソンヒョン選手の距離になってるな。右当てました。おっと今度は中野も右すぐ返した。お互いに右顔面に当てます。そしてアッパーから中野選手は右ストレート。ソンヒョン長い強い攻撃をしたいです、ね。はい、距離を上げた方がいいわけですね。はい、ただ残り時間がない。右ストレートソンヒョン1ラウンド、ここでゴングです。第1ラウンドが終了。
さあ1ラウンドが終了しましたが、ヤーマンさん、1ラウンド終盤で少し打ち合う場面ありましたね。そうですね、ちょっと多分中野選手の攻撃が重い攻撃を出してないんで、はい、ソンヒョンがこう簡単に入りやすくなっていて、こう詰めて、リングサイドにはカイトの姿です。ソンヒョンに勝ってミドル級のチャンピオンになったカイトが今日リングサイドこの試合を見つめています。ヤーマンさん失礼しました、どうぞ、はい、なんで簡単に入りやすいんですよね、だからこうまとめられちゃってるんですよ、はい、まあ、そのあたりを2ラウンド修正していきたいところですかね。そうですね、中野選手はもっと強い攻撃を出したいですね。はい、ではリプレイで振り返りましょう。これソンヒョンの右ストレート、白鳥さん、少し1ラウンド終盤にこのソンヒョンの右ストレート飛んできましたね。そうですね、やっぱり階級1階級下げましたけど、はい、パワーすごい感じますね。なんかあんまその中野選手ガードの上からでも受けたくないパンチなんで、はい、しっかりもっと飛ばせない蹴りだったりとか、マチャブだったりついてた方がいいなと思います、ね、距離をもう少し取った方がいいということですね。第2ラウンドが始まりました。赤いトランクスが韓国のイーソンヒョン、黒いトランクス日本の中野亮太です。互いに前の試合、この前線ではライズでの試合は落としています。先ほどあっと左のボディ出しましたソンヒョン、細かいパンチを出しますソンヒョン。2ラウンドの立ち上がり、中野選手がもっとハイとか狙うと、はい、もっと入りづらくなると思いますので、結構多分今のままだと怖くないんで、はい、ソンヒョンがどんどん入っていくんですね、はい、右ストレート、ミドルよりもハイの方が多分入りづらくなると思います。ソンヒョンが中に入ろうとします。もっともっと蹴った方がいいですかね、山さん。そうですね、蹴った方がいいですね、まあ、蹴る位置ももっと変えた方がいいですね、はい、結構ミドルってやっぱ、特に右のミドルってそんな効かないんで、おーおー、これで仕留めたか、かけない、かけない、決めた、バックモロー一発、中野亮太復活の勝利。すげえ、いやー、この手があったか、バックモロー。いやー、イーストンヒョン選手はこんな倒れ方するなんて、そうつかなかったっすね。そうですね、白鳥さん、すげえ、真後ろに倒れました。1分3秒中野亮太氏の2ラウンド1分3秒でした。うわー、ヤーマンさん、はい、中に入ってくるこのソンヒョンに対してバックブロー一発。いやー、何もう狙ってたんですかね。綺麗でしたね。ちょっとこれは分かりませんが、いやー、でもこれ中野の人は気持ちよかったでしょうね。いやー、本当もう一発、ちょっとやっぱ1ラウンド目抑えてたんで、はい、すごいですね、逆転っすね。いや、そうですね。それではリプレイで振り返りましょう。うわー、モロカウンターっすね。これ白鳥さん、ハイキックかわした後ですよね。はい、もうその流れで持ってったんで、より重さが加わって、うん、でソンヒョン選手もパンチ出したところに合わせられてるんで、いや、びっくりっすね、ちょっとペース握られつつあるかなってとこでゴールだったんで、はい、もう一発でひっくり返しましたね。そうでした、右のハイキック、まあ、スウェーでかわされた後、そのまま体の回転を使ってバックブローを当てました。うわ、見事な逆転勝利、ウェルター級チャンピオンとしての面目を保ちました。これは会心の勝利、しかも大阪出身です。地元で会心のノックアウト勝利を決めました中野亮太。ソンヒョンが勝てません。ちょっとこんなソンヒョンの姿を見るとは、今までありました？いや、ちょっと記憶ないですね。僕もそうなんですよね。イケメンのノックアウト勝利、ヤーマンさんいかがですか？いや、なんかずるいですね。まあ、まあ、すごいすごかった。もうタイミングも、まあ、でも狙ってたんでしょうね。あ、これやっぱある程度練習してないとできない動きですか？多分だと思いますね。いきなりこんなパッとできないと思うんで、はい、すげえな。右のハイキックから、さあマイクです。オスカップ、世界とタイマンで勝てるところを多分証明したと思うんで、これから、格闘技界のトップ選手全員倒していきたいと思ってるんで、応援お願いします。全員かかってこい。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。強気の
マイクで締めてくれました中野亮太です。約1年前はこの大阪でチャドプリンズに1ラウンドノックアウト負け、唇を噛みながらリングを後にしたわけですが、1年後は笑顔でこのリングを後にいたします。大阪市出身中野亮太、2ラウンド1分3秒ノックアウトでイ・ソンキョンを下しました。